後ろは張り付かなくていいですからね。この真ん中の方寄って、ね、先のボーカルのお兄ちゃんこう真ん中でよろしく強制やね。大阪から来ました日月新人です。イエーイ。さあ盛り上がっていきましょう。こんな真っ昼間からね、盛り上がれる機会はないと思いますから、皆さん声出して張り切っていきましょう。イエーイ。
日月真嗣と言います。よろしくお願いします。今日大阪から来ました。ここはね、初めて出演させていただくんですけど、もう入ってきた時のね、あの入り口のとこからね、チラシがあの乱雑に貼ってるあのロック感がね、非常にいいですね。今日は楽しくさせていただいてますんで、皆さんも楽しんで帰ってください。よろしく、イエーイ。さっきから気になってるけどね、ここ人誰もおらへんねんけどね、俺ずっとこっち向いて歌わなあかんから、ちょっとみんな全体的にこっち寄って、はい、後から入ってくる人もね、邪魔になりますからね。はい、大阪から来ましたが、ちょっと初めてのとこなんでね、激しめに行くのか、爽やかに行くのか非常に悩んでてね、明日もここ出ます、明日ここ出ますんで、今日は激しく、明日は、爽やかに行きたいと思いますんで、明日お暇な方、夜ですね、こちらまで来てください。よろしくお願いします。イエーイ。全部激しかったね、あれなんで、一曲を爽やかな曲いきます。うちの地元でね、昨日花火大会があったんですよ。いつもね、9月に花火大会がある、毎年やってるとこあるんですけどね、まあ、8月じゃなくて9月に見る花火ってね、結構いいもんなんですね。こっちもそんなとこありますか？だいたい8月中に、ね、終わっちゃうんですけどね、はい、まあそんな、ちょっと甘酸っぱいような感じかな、まあそんな爽やかな曲を一曲聴いてください。季節外れの花火、そして儚い瞬間を焼き付けて、
あった。この距離の二人は近くて遠いから高まったこの頃を弾ける音であんたにとって二人の花びらが舞い散るたび照らし出された横顔何より美しくそして儚い瞬間を焼き付けて近くて遠いから高まったこの鼓動を弾いてる音であんたにとって光の花びらが舞い散るたび照らし出された横顔何より美しくそして儚い瞬間を焼き付けて光の花びらが舞い散るたび無邪気な声が響いた少し首をかしげて微笑んでるあなたが眩しすぎてあなたが眩しすぎて爽やかなこともできるんです、はい、覚えて帰ってください。いつもバンドをやってます明けの狼というバンドやっててね今日ちょっと CD 持ってきてるのでぜひ買って帰ってほしいなと思いますので、まあ、今日は激しい曲、ノリノリ曲ね中心に集めてます。あと3曲やらせてもらおうと思ってねあんま喋ってると時間がないので、ね、怒られてしまいますから曲をねどんどんやって帰りますんで日月真嗣という名前明けの狼という名前だけでも覚えて帰ってください。よろしく。イエーイ。反応鈍くなってる。大丈夫か。それでは行きましょう。人々はなぜ争うのでしょう。川を越えて。
飛ばして当てもなくて探りで街をさまよう。そんな時は名前呼んで俺のところに来ればいいさ。やけどするロックな夜へようこそ。心を震わす激しいビートが何もかも忘れさせてくれる春さ。くだらない恋の話で悩んでる暇はないのさ。シリアルな女は及びじゃないのさ。噂が噂を吹き飛ばし突き刺さるほどのボリュームで駆け抜けるロックはスピードを上げて。どんなに季節が流れてゆこうと思う。この場所に立ちさえすれば蘇るぜ。
また来ます。ありがとう。さよなら。